はい、こんにちは、ウーリン竹下です。今ね、各社から、発売されている 4WD の、ね、ミッドシップモーターなんですが、これ私が開発したのが約20年ちょっと前です。今やっとですね、世界中で 4WD の、ミッドシップモーターが採用されているんですが、まあ世界で認められるまでに20年以上かかったわけです。で、今ですね、私が考えているのが、オフロードで、4WD のミッドシップモーター、これね、一見すぐに成功するように思えるんですが、私も当時T4 を作った時にすぐに認められると思いました。しかし実際には20年の月日をが必要でした。ですので、多分この 4WD の、ミッドシップの、実はこれ2駆でも4駆でもね、同じ車で行けるんですよ。構造上リポバッテリーここ入りますしね、そうするとね、2駆4駆同じ車で行けるんですが、フロントのベルト外してしまえばいいですから、あ、すぐ行けるなこれな、すぐにでも行けるな。そうすると非常にいい。何がいいかというと、すごく車の大きなね、パーツなんかも変えることなく、2駆も4駆も両方ともね、これで走れてしまうという。いいなこれな、確かに本当だ。これやっぱ認められるのに約20年以上かかると思うんですね。そうすると私がもう死んでいるかもしれないなと思うんですが、まあそれでもね、今後開発を進めていきたいと思いますんで、ウーリーのねプロトタイプ、4WD、おそらく、オフロードで発売されると思います。ぜひお楽しみにしてください。ウーリー竹